女のゆえんか、若き二人に恋を語らせる気もなしとは。45、ベータ受領、標的照合。仙台ビアトリーチャ橋と確認。百魔防御壁を解析。多層防御壁72層。構成防壁及び魔法反応走行。百魔への狙撃は不可能。410へデータリンク。410データ受領。にひ。じゃあ、仙台様を先にしちゃえばいいだけの話だに。大ベアトリーチャ橋、攻撃許可を。撃ってちょうだい。ああ、急所は外してね。バーバーに聞きたいことがあるの。410、射撃、にひ。仙台様、二度もの妨害、もはや許されませんぞ。許されようとも思わぬ。しかしシエスタ姉妹も腕が落ちたものよ。わらわを仕留め損なうとはな。それは二度も。外せとのご命令です。ご指示があればすぐにでも貫きますとも。ピアスの穴でもおへその穴でもお好きな穴を。にひ。残忍にかけてはわらわも一歩を取るそなたが急所を外させるとはどういう風の吹き回しか。新しきベアトリーチ、聞きたかったのよ。どういう術で逃れたのか知らないけど、私たちはあんたを仕留めたつもりでいたのよ。そのまま隠れていれば逃れられたもの、どうして危険を冒してまた現れたの。まさか若い二人をかばうためだけに戻ってきたわけ？さて。さっきだってそうよ。どうして恋人たちを蘇らせて再会なんて甘い真似を。聞けば聞くほどに、あなたや私なんて足元にも及ばない邪悪の権化。そのあなたが、どうして急にそんな生ぬるいことを始めたのかって。それを聞きたかったのよ。残忍ゆえにわらわは気まぐれなのよ。それを問うことに意味などあろうか。シエスタ氏はヌエ。あんたに限って気まぐれなんてあるわけがない。あんたのことを聞いたわ。そして知ったわ。あんたは私ですら足元にも及ばない邪悪の権化よ。私はそんなあなたに実にふさわしい後継者だと思ったの。なのにあなたは邪魔ばかり、ぬるいことばかり言って私を呆れさせる。何があなたを変えたの。千年間邪悪の限りを尽くしたあなたに、その千年を翻すような何が起こったのか、
それだけを知りたくて生かしたのよ。知りたく、そなたも千年を費やすがよいぞ。ぬえ。あんたもひょっとすると死ぬと消えちゃって死体が残らないタイプかもしれないわね。だからあなたをゆっくりと殺すわ。でも私の質問に正直に答えられたら楽に殺してあげる。先代様にぴったりの華麗で豪華で優しい死を与えてあげる。水を張りバラで埋めて棺桶に沈めてあげるの。素敵でしょ。それでも話せないの、あなたの心変わりの理由。聞かれたことを答えぬもまた邪悪なる魔女の愚越よ。ぬえ、二つ。もちろん答えてくれなくていいの。だってそうやっていじめてるんだもの。無限の魔法は本当に素晴らしいわ。思えばこの世はすべからく有限。人の世に無限などありはしない。それは神が無限であるがゆえに人の世を見下すためすべての無限を取り上げたからよ。なればつまり無限の力とは神の力。遊べば遊ぶほどにさらに楽しい遊び方を見つけられる素敵な力。その力を千年も思うがままに使い暴れ回ったあなたがなぜ今頃になって心変わりをしたの。まさか私に譲ったから惜しくなってとかじゃないわよね。惜しいものか。そなたがそうだと信じている無限の魔法など魔法にあらず。真の魔法の力とはそなたなどでは到底至れぬ深淵にあるのだ。それに気づいたから。それは何。それに気づけず千年をさまよえ愚かな魔女よ。ヌエ、今度は三つ。まあいいわ。死に損ないのババアが何を達観したかなんてもう興味も何もない。もう飽きたからあっさり殺してあげるわ。あんたを殺せば客間の結界は解ける。そしたらカノンとジェシカもたっぷりいじめ殺してあげるわね。愛し合う二人を同時におもちゃにできるなんてこれは楽しそうやね。新しきベアトリーチェ、頼みがある。客間の二人の王様、短い時間のもの、砂時計に測れる程度の時間で、カノンは冥府に消えるだろう。その程度の時間、どうか許してはくれぬか。
いやよ。愛し合う二人を引き裂くのって楽しいんでしょ。あなたが言ったわ。だから私やってみたいの。ならばその快楽を貴様に味わわせるわけにはいかない。楽しいぞ、恋人たちを引き裂くの。そうやね、きっと楽しいわよね。だから邪魔しないで。もっとヌエ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 にひ410了解。まだまだこの程度では足りぬな。この程度では死んではやれぬ。何をしてるの。このババアのおしゃべりを止めなさい。殺してます。何度も心臓を抜き止めてるのに、こいつの心臓止まらないんです。あんた不死身なの。そなたに無限は譲り渡した。鼓動を刻める数など残すところもたかが知れている。だがそれを一つ余計に刻むことで、この部屋の二人にわずかでも長い時間を与えられるなら、その程度の抵抗を永遠に続けようぞ。ヌエ、こいつの心臓が動きを止めるまで縫い続けよ。なんでこいつ死なないの。ありえない。心臓を縫いしばってるのに、なんで止まらないの。ならいいや、心臓を内側から爆破してやるに。かわいそうに、逆らわなければ綺麗に死ねたのに。お前一体何者なの。だがな、どうや。つまり、なった。本当の魔女になった。心臓内部に爆心固定、心眼準備よし。あ。
無限の魔女は私でしょ。なんでこのババア、こんなになっても生きてんのよ。シエスタ姉妹、あの心臓を砕くのよ、早く。無理です、申し訳ありません、私たちにはできません。無理でしょう、何人たりとも。あの心臓を打ち砕けはしません。竜王陛下の兵士不正ではとてもとても。なら無限の魔女である私になら打ち砕けるということでしょう。私の力は神の力だもの。恐れながらあなた様の力ではベアトリーチェ様の無限には傷一つつけられません。それはどういう意味よ。影を知らずして光がないように、有限を知らずして無限もまたなし。ベアトリーチェお嬢様の真の無限の力の前、あなた様の脆弱な魔力ではとてもとても及びません。何を。ありがとうございました。このご恩は忘れません。恨みの数を超えたらその言葉をもう一度聞こうぞ。もうよいのか。はい、本当にありがとうございました。そしてベアトリーチェ様ももう大丈夫です。どうかお楽になさってください。そう、もう、良いのか。何よ、なんであんたたちは、先代のババアをベアトリーチェと呼ぶのよ。ベアトリーチェは私の名前でしょ。新しき黄金の魔女、そして、無限の魔女である私の名前のはずよ。無礼な。ベアトリーチェ様の名を語るな。恐れながら。ベアトリーチェ様の名は無限の魔女を冠せられるお方が名乗られるべきもの。今や先代はあなた様を指すものでございますよ。だとさらばだか。どうせすぐに出会うさ、新しき悪夢で。新しい夜の悪夢にて、ベアトリーチェ様のもともこれで失礼いたします。有限のある無限なんて、そんな矛盾存在するわけもない。これがあんたの魔法の限界なのよ。有限は無限に劣る。あんたが本当に無限